少年、戸惑うのはわかるが、現実から目をそらすものじゃないよ。はあ、このまま書に埋もれ、儚く消えゆく運命かと思ったが、僕は湯に、セントテレサ女学院象牙の塔に学ぶものだ。どこかお怪我を？いや、探し物をしているうちに、本がなだれてね。一晩中閉じ込められていた。端的に言うと、びっくりして腰が抜けた。はぁ、あ。